どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回は高専推薦入試対策高等諮問10問ノック2023年最新バージョンということで、今回の動画は学力の検査を受ける人にも使える動画になってますので皆さん見ていってください。少しお知らせで、推薦合格決まった人から順に販売予定なのですが、高専先取り学習差別化計画パックということで、春休みに高専1年生の準備講座というのが大ボリュームの超お得な講座販売予定でございます。ぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。ということで、2022年受験した先輩たちの生の過去問、高等諮問、実際に面接で、試験の問題ですね、学力の試験みたいなものを聞かれるということで、そちらの、試験を取っている高専の過去問を見ていきましょう。はい、学力試験を受ける人もおすすめの動画になっています。で、だんだん難しくしていこうと思うので、ぜひとも最初の方は絶対に正解してください。それでは早速本編に参りましょう。まずは北九州高専、こちら去年出されていますね。それでは一時停止をして解いてみてください。どうぞ。はい、じゃあ答え移すので注意してくださいね。しっかり一時停止をして、解いてください。それじゃあ答えを出そうと思います。はい、こちらでございます。大丈夫だったでしょうか。読まれていましたなので、きちんと全体の動詞の時制、過去未来現在を司っているここの B 動詞、ちゃんと were に変えれたかどうか気をつけてください。それじゃあこれまでの復習していきましょう。で、 those、 that、 these、 this、 それぞれ複数形、そして単数形、この関係になっていることを注意してください。そしてこのイラストの通り、 this と that は単数、 these と those は複数、そして that と those は自分から遠ざかっているもの、そして this と these に関しては自分に近いものを指すときに使う、これらを頭の中でまとめておきましょう。そしてこちらも注意しておきたいですね。スペルが似てますよね。 there と here なんですけど、 here は自分の近く、 there は自分から遠くということで、ここでそこでそれぞれ覚えておきましょう。で、気をつけてほしいことがこれですよね。学校で習ったでしょ。こいつらっていうのはあくまで副詞だから、もう in とか to とか at っていうこの前置詞の意味を込みで含んで使われるので、前置詞とは一緒に使えません。これは気をつけてください。ですが、例外的に around 周りにとか from ここからっていう風に、もうちょっと詳しく言いたいときは、例外的に前置詞と使えるよという慣用表現、文法違反してるんだけどこれは普通に使うよっていうものもあるので気をつけてください。じゃあここまでで大事だと思ったら絶対にメモしておいてくださいね。自分のノートに必ずメモしておきましょう。よろしくお願いします。それでは続いていきましょう。 at とか in とか on の時間と一緒に使うときの復習です。アットのイメージは地図上の点、点を表すので、やっぱりぴったりの時刻とか寝てる幅のない時間ということで、ナイトとセットで使われることが多いんですね。他にもインのイメージは空間のイメージ、ドーム状のイメージで、やはり最初から終わりがあるようなまとまりと一緒に使うことができます。例えば1日を3分割したら、朝午前とかね、朝昼夜みたいな感じで終わりと始まりがあるものとセットで使える。他にも年、月、そして季節みたいな感じで終わりから始めがありますよね。それぞれ、例えば年だったら1月1日から大晦日、月だったら1日から末日まで、そして季節だったら終わりから始まりね、春の始まり、春の終わり、夏の始まり、夏の終わりというふうに、終わりと始まりがあるまとまりとセットで使うんだなっていうふうに思いますよね。このイメージが強力なんで、必ずこれノートにメモっといてください。アットは点、インは空間のドーム型のイメージ、そしてオンがどこかで聞いたことあるかもしれませんけど、上じゃなくて接触なんですね。今回は上で大丈夫なんですけど、日付と曜日でセットで使われるのがオンです。どういうことかっていうと、人間っていうのは、今日は月曜日だからこういう授業があるなとか、今日は、7月の4日だから何々ちゃんとデートだみたいな感じで、日付に乗っかって今日はこれしようかな、今日はこういう日だなっていうイメージで使われているので、オンと一緒に使われるというイメージで覚えてください。それぞれのイメージまとめておいてくださいね。アット、イン、オン、意外と基本ですけど忘れがちなので、しっかりとメモしておきましょう。よろしくお願いします。それでは次の問題いきましょう。鶴岡高専、じゃあ2問一時停止をして解いてみてください。それでは答えを見ていきます。気をつけてくださいね。ネタバレになりますよ。じゃあ一時停止をして解いたという前提で今から答え合わせしていきましょう。じゃあ1番の答え、ズバリ水素です。酸素って答えた人注意してください。じゃあこれ暗記してもしょうがないので、どういった実験だったかみんなで復習していきましょう。どんな感じだったかっていうと、この水っていうのを水素と酸素に分解すると、で係数合わせで化学反応式の左辺には2っていう係数をつけてあげるんでしたね。でも皆さんちょっと待ってください。この水を、電離ですよね、電離させた場合、この水素イオンと水酸化物イオンに分かれますよね。でも水酸化物イオンがなんで酸素になるのか、ここがちょっとねこんがらがってる人が多いんですね。普通水って電離したら H プラスと OH マイナスになると思うんだけど、なんで水素と酸素がそれぞれの電極にできるんだろう。ここをやっぱりね深掘りしておかないといけないんですね。じゃあ実際にどんな実験だったか見返してみましょう。こんな実験器具使いましたよね。実験結果から言うと、陰極に水素、陽極に酸素です。じゃあもうちょっと詳しく見ていきましょう。こんな感じで、水と水酸化ナトリウムを溶かした水ということで、この水酸化ナトリウムも電気を通すためにここに電離させてるんですね。で、水もちょっと電離してます。じゃあこの水溶液中に H プラスと OH マイナスが電離して存在している状態になってますね。じゃあ磁石と一緒で電気を流した瞬間、プラス極に陰イオンの水酸化物イオン、陰極のマイナス極に陽イオンである水素イオン、
まあ、プラスとマイナスがくっつくっていう磁石の法則と一緒ですね。磁石の法則と一緒で、異極、異なった極にそれぞれのイオンが集合するというふうに覚えておきましょう。そういうことで、この水素と酸素っていうのは、それぞれの極にできる。ここまででいいんですけど、もうちょっと詳しくやっておきましょう。水素は簡単ですね。ここで、その電子を受け取って、ここね、電子が流れていきますから、電子を受け取って、ここで水素分子になると。で、ここで実はね、OH マイナス、一つ電子を持ってる状態ですよね。で、この陽極に電子を渡します。じゃあどうなってるかっていうと、ここで、このね、1個電子を持ってるんだけど、ここで渡して、こう電源を通って電子がこっち方向にくるくるくるっと回って、陰極の方に電子が行きます。じゃあどうなってるかっていうと、これ見てください。OH4 つ分で、こういう結合になってるんです。水分子2つと、ここで酸素ができる。そう、こういう反応してるから、水と酸素、ここで酸素ができてるというふうに覚えておきましょう。よって陽極が酸素。ということで、こちらちょっと、この直感的なね、この電離とこの化学反応式がミスマッチしやすいので、ちょっと気をつけてください。はい、OK でしょうか。じゃあ2問目、こんな問題でした。地球上で大爆破に乗せた物体が X キロ。月で重力は6分の1です。月での物体の重力、重力じゃないね、質量は。これね、6分の X って答えそうになりますよね。これ答えは X キロです。X キロ。まあ、質量って書いてるからね、皆さん引っかからなかったと思いますけど、じゃあ質量と重さの違いは何ですかっていうふうに面接で聞かれたら、ちょっときついですよね。じゃあここで皆さんにちょっと授業したいと思います。僕もね、これちょっと苦手だったんで、一緒に勉強していきましょう。ね、中学校の時苦手でした。じゃあ、この重さと質量の違い見ていきますね。重さっていうのは、地球とかそういう惑星、星が物体を引っ張る力、すなわち重力のことです。でこの重さ、重力のことなんですけど、どうやって計算されるかっていうと、そのそれぞれの質量を持っている質量に重力加速度、これはもう決まった定数です。だいたい 9.8 なんですけど、この重力加速度を掛け算したものが重さです。なので、一言で言うと、地球が物体を引っ張る力、力なので、単位はニュートンです。これ気をつけてください。重さの単位はニュートンで、星が物体を引く力って覚えておいてください。じゃあ質量は何なのかっていうと、書いてる通りで、物体そのものの動きにくさ、物体そのものの動きにくさになります。なので、例えば牛がいたとして150キロでした。人間は50キロ。牛の方が動きにくいし、人間50キロの方が、まあ、頑張ったら抱えたり運んだりできそうだよね。そういうことで質量は動きにくさ。重さは星が物体を引く、力ということで、力なのでニュートン。で、重さはキログラムということで、単位も全然違うし、そもそも扱っている物質量というかね、この量が違うわけですね。引く力とそもそも動きにくさっていう、そもそも概念が違うので、しっかりとこれ区分けしておいてください。重さは月とか星とか、地球とかね、この星が変わったら変わるものです。それぞれ引く重力加速度が違いますから。質量はどこにいても変わらない。ということで、これは気をつけておいてください。これ難しいんだよね。しっかりこれもね、よく分かんなかった人はノートに書いておきましょう。OK ね。この色別に分けたところをしっかりと見ておいてください。それじゃあ次の問題。福島高専。この高専はね、推薦入試の高等試問のね、過去問を公開してくれてる優しい高専なんですよね。それじゃあ、これ解いてみてください。だいたいね、2分ぐらいで解いてほしいかな。じゃあ、一時停止をして、解けた人から、動画を再開してください。じゃあ、答え合わせしていきます。まず最初、等速直線運動の時、移動距離と、時間はどのような関係にあるか。これはね、暗記しなくてよくて、落ち着いて、どんな式で表せそうかなとか、数式で書いたらどうかな、っていうふうに思い返すといいですよ。じゃあこれ等速直線運動だから小学校5年生6年生の時に習ったキハジの関係で、式に表すことができます。なので距離イコール速さかける時間、しかも速さは一定だからこいつ定数ですよね。だからこれをね、一次関数みたいに表すことができるんですね。比例関係ですよね。もうこれ答え出ちゃいましたけど、だからグラフにすると、そう、時間が2倍3倍になれば距離も2倍3倍になる。そうですよね。時間が1倍2倍3倍になれば距離も1倍2倍3倍になるということで、比例関係が、答えでした。でちょっと今グラフ変わりましたけど、速さは一定なのでグラフはこうなりますよね。次の、ね、過去問はこれ聞かれたから、速さのグラフ追加で知っとくといいですよね。皆さんちょっと気をつけてほしいのが、過去問やって終わりってならないようにした方がいいですね。過去問から何が学べるか、さらにこれ発展させるとどうか、他にこういうふうにグラフを変えて聞くことができないか、質問を変えたりできないかっていうふうに自分で問題を改造してみるっていうのがすごい大事ですね。なんで過去問そのまま絶対出ないから、それはちょっと気をつけてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで比例関係が正解でした。じゃあ次の問題、真ん中かな。そう、これちょっと知識問題だから難しいね。答え言っちゃうと、JIS 規格、JIS ですね。日本産業規格だから、ジャパン産業だからインダストリアルって言うんだけど、これはね、高専とか高校で習う単語、インダストリアル。産業の規格、スタンダーズ、スタンダーズですね。ジャパンインダストリアルスタンダーズだと思うんだけど、JIS 規格。で、これ何かっていうと、日本国内で、こういった安全だったり品質を保つためには、この、その安全性保ちましょう、こういう作り方しましょうっていう、その規格、決め事って感じです。どういうことかっていうと、例えば、どの機械でも使えるように互換性を確保しましょうとか、最低限暮らしに使うものだから、最低限この品質は下回らないようにしましょうとか、ね、これ、ね、これ爆発したら危険だから、安全性のために最低限これは3年間は、もうそのメンテナンスしなくても使えるようにしましょうみたいな感じで、決め事をして、でこの審査をクリアしたら、
このマークを商品のパッケージとかにつけてもいいですよみたいな仕組みのマークです。そう、これ知っといてくださいね。技術者エンジニアとして、まあ、基本となる知識なので、公民とかの資料集とかに載ってそうですね。はい、ということで次行きましょう。3つ目、太陽光や風力などのようなエネルギーは何というエネルギーか。これは理科でも公民でも出てますね。地理でも資料集に書いてると思います。でこれ答えは再生可能エネルギーです。でこれ再生可能エネルギーというふうに答えるだけの過去問なんで、まあ、今回は勉強としてその長所と課題短所も合わせてノートにメモって勉強しておくといいかなというふうに思います。まあ、過去問だけの勉強にならないようにしましょう。それじゃあ次の問題見ていきましょう。はい、あともうちょっとですからね。鈴鹿高専、はい、円周率の定義を答えよう。うわー、これちょっといきなり聞かれたらびっくりしますね。まあ、でも内容自体はちょっとびっくりするかもしれませんけど、そう、これは小学生の内容なんですね。小学生の時に習いました。ではこれ答えてみてください。一時停止をしてやってみましょう。はい、それでは答えを見ていきましょう。はい、こちらですね。円の直径のだいたい3倍が円周の長さになってますよ。で、この倍率のことを円周率というんですね。 3.14。でこれ大事なんですね。どんな大きさの円でもその円の直径をだいたい 3.1415 倍すると円周の長さに等しくなる。この倍率のことを円周率っていうんでした。円周率を 3.14 というふうに丸暗記してないかのチェックの問題ですね。ちょっと怖いですね。きちんと定義から数学の量を見るという姿勢を見る、まあ、その質問ですね。これは怖いです。それじゃあ次の問題、これ難しいですね。これが最後の問題です。香川高専の電気系の学科で聞かれた問題で、家庭用電源の電圧は大体何ボルトですか。知識問題ですね。家庭用電源の発電方法、まあ、発電方法、これね、送電方法と発電方法だったと思うんだけど、発電して、お家に届けるまでどんな手順でしたかっていう質問だったと思います。これちょっと簡単にするために発電方法ってだけにちょっと変えてます。それじゃあちょっと実際に答え見ていきましょうか。一時停止をして考えてみてください。で結果から言うと 100V が、ほとんどの電圧で、エアコンだけ 200V っていう規格になってます。これ僕たまたま中学校の時もね、雑学で知ってたと思うんだけど、でもなかなか知らないよねこういうこと。うん。でプラスアルファ、まあ、これは電気系に関して興味関心があるかなって問う問題ですよね。でちょっと送電方法について見ておきましょう。こんな感じで送られます。例えば水力発電だったり原子力発電、火力発電で発電した電気を家庭に送りますとか、あと他に、まあ、水力とか原子力とか火力発電の説明をして全然いいと思います。結局のところ全部タービンを回すために水力使うのか、原子力の、熱エネルギーを使って水を沸騰させてタービンを回すのか、火力で、タービン回すのか、結局タービン回してるんですね全部。じゃあもうちょっとプラスアルファでちょっと難しい内容をしていきましょう。これね、電圧が高いですよね。こっちに行くほどちょっと見えづらいかな。そう、だんだん電圧が低くなっていってますよね。なんでこの電圧が高い方から低い方になっているのかっていうところも説明できた人が去年いました。送電方法で、いや賢いな、すごい知識持ってるなと思ったんだけど、これね、基本問題の基本公式の復習にもなるのでちょっと聞いといてください絶対に。じゃあちょっと見ていきましょう。要するにですね、電流ってこう流れていってると思うんですよ。送電するときに電流が発電所から家庭にね、どんどん流れていってますと。でその時にやっぱり損失があるんですよ。エネルギーの変換ってやったと思うんだけど、やっぱり全部が全部電気エネルギーとなって家庭に行かないわけですね。途中で音とか熱になってちょっと損失してしまうわけです。その損失ってせっかくここで作ったのに少なくしたいですよね、損失。でどうすればいいのかっていうのを中学校で習った公式で導くことができるんです。じゃあ見ていきましょう。まずその損失する熱エネルギーは Q イコール電力かける時間でした、ね、電力かける時間で熱エネルギーが出ます。じゃあこの電力っていうのはどうやって表せたかっていうと、この P っていうのは IV でしたよね。電流かける電圧、そしてこれに、時間がかかっていると。この大小っていうのはまた気にしないでください。じゃあ次の式こんな感じです。このオームの法則で V イコール IR っていうのを代入しました。なので I2 乗かける R かける T になりました。よって一番最後の公式に注目してください。すなわちこの損失の熱量、熱エネルギーを小さくして、なるべく電気エネルギーを高くした状態で家庭に送りたい場合はどうすればいいかっていうと、 Q イコール I2 乗 RT というふうに導出できたので、この抵抗値っていうのは導線の抵抗値なので変わりませんよね。定数です。時間も定数です。じゃあ何を変えることができるのかっていうと、電流の値なわけですよ。じゃあ電流の値を小さくすれば熱量、この損失量を少なくすることができるというふうに考えれるんですね。じゃあこの電流を小さくするためには、トレードオフの関係にあるこの電力イコール IV のところ、もう皆さん気づいたかな。そう、電圧を高くしてやれば電流が小さくなるというような性質を使って、わざとここで高い電圧のまま電気を流してるんです。これめちゃくちゃ賢くないですか。電圧をすごい高い状態で電気を流すことで電流の値をすごく小さくしてるんですね。よってここで失われる熱量の損失っていうのを限りなく小さくしてるんです。この知識がね、あった人が去年ね、受験生でいたんですよ。すごいなって思って。じゃあこれを模範解答的に言うと、発電所から、まあ、こういうふうに発電して、まあ、こういうふうに、ね、お湯とかをね、沸騰させてタービン回して、それでできた電気を変電所に送って何箇所か経て家庭に流していきますと。でプラスアルファ、損失を抑えるために高電圧の状態から徐々に変圧していきますっていうふうに言えたら完璧ですね。もう120点満点です。まあ、皆さんここまで言わなくていいですし、僕もね、高専に入ってから知ったことが多いので、最低限これだけ知っておきましょう。
電力、電力量、熱量のそれぞれの定義。まず電力っていうのはパワー P、 これは実はね、これ仕事率なんですね。 V×I で W っていう単位なんですけど、結局のところこれっていうのは1秒あたりの電気エネルギーです。1秒間に消費される電気エネルギーを電力って言います。仕事率だから、その仕事率に時間をかけることで仕事になってたんです。すなわちエネルギー、電気エネルギーである電力量、熱エネルギーである熱量になってたってことなんですね。これ目から鱗でしょう。チャンネル戦の時に仕事を勉強した後に仕事率っていうのを勉強したけど、実は中2の時点でこの電力っていうのが仕事率で、その後にこいつに T をかけることで仕事率から仕事を出してたんですね。すなわち仕事エネルギーだからジュール、電力量が電気エネルギー、熱量だから熱エネルギー、だからこの W も Q も同じものっていうふうに先生が言ってたんですね。エネルギーだから変換可能なんですよ。変換可能だから同じ式だし、同じ単位だし、エネルギーだから仕事なわけです。でこれの1秒あたりのエネルギーだから電力が仕事率っていう風に頭の中でまとめると、この式がすっきり頭に入るわけです。これめちゃくちゃいいでしょ。僕もねこれ中学校の時知りたくて、高専に入ってから知ったんです。これそう、もうちょっとね中学校の先生いい教え方してよっていう風にお願いしたくなっちゃいました。ということで皆さんに僕からのプレゼントですね、これは。今のうちに知っといてください。はい、ということで丸暗記になってないかのチェックでした。そう、今回の動画で結構ねためになること話せたと思うんで、ぜひとも今日ねしっかり僕から盗んで、推薦入試なり学力入試なり推薦入試の高等試問なりをしっかり乗り切って悔いなくやっていきましょう。ということで、高専推薦入試対策高等試問10問ノック2023年最新バージョンということで、少し長くなりました、お疲れ様でした。ということで終わっていこうと思います。もしねちょっと気になったらでいいんだけど、推薦入試終わった人から順々に販売予定です。もちろん一般入試突破できた方、こちらの方にも販売予定なので、焦らず、ちょっとね、先に欲しいなとかちょっと焦っちゃうかもしれないけど、学力終わった後もきちんと募集するので、みんなでこうめちゃくちゃ格安にして大ボリュームにする予定なので、毎年ね150から200人以上の方が、こちら受講してくださってますので、ぜひともみんなで一緒にこの4月からロケットスタートを切れるように、一緒にこの冬春乗り切っていきましょう。はい、ということでプラスアルファお知らせです。高専推薦入試の再生リストを載せております、概要欄ですね。さらにですね、高等試問の過去問データっていうのを動画でまとめております。もしもっと他に高等試問の練習したいよという方は、こちらの動画ぜひぜひ見てみてください。かなりおすすめです。はい、ということでこちらもまだまだ若干名募集中です。13名から15名ほどになったんですけど、皆さんも上達して添削の量も減っていってるので、まだまだ余裕があります。概要欄にこちらのですねサービスの詳細の動画を貼っておりますので、 URL ぜひとも飛んでみてください。マンツーマンで添削して、で残りのね 1,2 週間充実して対策できると思います。最後の追い込みをかけたい、さらに仕上げておきたいという方、ぜひとも利用してください。めちゃくちゃおすすめのサービスです。ということで今回やっていきました、高等試問10問ノック2023年最新ということで、皆さんお疲れ様でした。ぜひとも利用していってください。今後とも皆様のためになるような動画たくさん発信していきますので、よろしくお願いいたします。それでは締めていきたいと思います。あなたの選択肢に高専を。 Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.